なんだ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 。あ、お祭りやってんだ。早玉神社で。あれ、じゃあダメか。これ、水口の主要なところ、パススルーしていく道が。まあ、でもまあ、水口の駅前は見てるからいいか。なんか、水口駅ってあれなんですね。旧側の方で、水口城跡とかあっちの方のがむしろ、バイパス沿いとかの、1号線沿いの、大型店舗が多い方だったりするんでしょうね。多分ですね、稲葉で動物病院って言われると、パッと頭の中に、あるウサギさんが出てきますね。なんやかんやで、なんやかんや VTuber は結局見てるんだな。そう思うと。なんやかんや寝るときは見てるもんな。あ、そうだ、今日。七代三万の日だもんな。で、こっちに草加駅があって。これは JR ですね。JR 草加駅の方にちょっと向かってた方がいいかな。いいか。これもいいか。草加町の方、ちょっと出てみる？このまま行くと、津山の多分、本当パスして、インターのすぐ手前のあたりに出ちゃうんだよな。さあ、安川ですよ。あら、風情な橋ではございませんか。いいですな。八坂神社があって、千光寺。あれですか、線香寺って言われるから、お線香になんか由来があって、なんか日本一大きい線香が置いてあるとか、なんかあるのかな。そう、あんま関係ないから。この前あれありましたね。日本一大きいろうそく。あ、それ、後に使うのか。後々出てきます。水じゃなくて、氷の方のね、街でね。清水町か、行った時にね。やにそんな余裕なもあったんでね、また、だいぶ先にはなると思いますけど、夏にね、撮ってたんで、まだこの後に5月に撮ったやつが、キュルンと入ってくるんで。さあ、これで、高架子効果。高架子効果。高架子効果、高架子効果。まあ、いつ、忍者とね、ポコピーが出てきてもおかしくない地域ですからね。そう考えると、この地域すごいな、強いね。なんやかんや V 界隈で、なんか、この、総会、伊勢伊賀、ね、島、なんやかんや、多分全国的に見たらかなり恩恵を受けてる方ですよね、VTuber 業界の。言われてみれば。あと、そういえば、この動画を撮り始めたときに、ウイママのロリガミレクイエムが、逆回再生なんかもうすぐ行きそうだな、みたいな話をね、してたと思うんですけどね、さっきチラッと見てみたら、もうとっくに200万再生行ってましたね。びっくりした。あっちも行ってましたね。怖えな。怖えな。世の中やっぱロリコン多すぎるな。ロリコン怖いよ。まあ、まあ。まあ、ね。おめえの、カンコレのアカウント名何やったんやって言われるとね、非常に頭が痛いところなんですけどね。まあ、今はね、これ、あまりね、表に出るとね、そういうことをね、言っちゃどうだって狙ってますけどね。まあ、当時はね、カンコレ始めた当時なんでね、コンプラのコの字もなかったですからね。つけた名前がロイトエスキーですからね。
説明文、ボイスなロリって最高やんっていう。もう、ひでえ挨拶文を書いてましたけど。うん。いや、まあ、ついに世に解き放された、ドリガミはやばかったですね。まあ、あの曲自体はアルバムに入ってたんでね、私もずっと聴いてましたけど、Go for the Beam だと思ってね。うん。やばいっすよ、これ。あの曲を、いじってバズらせそうな人がいっぱいいますからね、ウィママの周りには。だって、ちょっと前にちょうど、ビシュマリ美少女ムライパイ、美少女ムーザイパイで、パリン船長のね、やつが、1000万再、最速1000万再生 ?VTuber の MV の、最速記録が、その前が、ピーナッツくんが持ってたのか。ピーナッツくんの、ポーピークリスマスの1000万再生の42日とかっていう記録を39日だったかな。で、塗り替えたんですよね。あの、塗り替えた、当の本人のマリン船長もね、なんか、絶対ここぞとばかりに、なんか、いじってきそうだし、ね、彼さえ普段ショーツでね、散々いじってますからね、ウィービームだと、なんだと。で、間違いなく、このライブの中ではそのショーツのバズらせる力は、ショーツは特に一番強い、多分ホロで一番強い部類だよね。マリン船長が。んだし、もいるし、このだと、まあ当然ね、スバルもいるし、ウィービーム打ち放題ってことで、ワタメだって絶対にね、黙っちゃいねえでしょうし。またしても山尾の方に向かってしまってた。いや、まあ、まっすぐ見たもうそれ、新名神だったんだ。ああ、もう新名神前、手前だったんだ。ああ、まずいまずいまずい。西日本のドンペイ買っとかないと。あはは。いや、一個は確保してあるんですけどね、すでに。そうなんだよな、怖いだよな。バズらせ要素がまだそこまで発動してないはずなのに、もう200万再生いってんだもんな。で、しかもあっちの、トーピーの方もね、ピーナッツくんとかポコピーとは、ねえ、それなりに面識あったはずですし、なんかに出てたよな。あれか、逆突かなんかに出てたよな。うん。ウイママも出てたし。まあ、そもそもウイママがどっちかというとポコピーファンか。みたいなところがありますしね。で、そもそもあのポコピーがバズったきっかけの一つが、アマミヤの音を撮ってみたとかがあったっしょ。アマミヤとかが、わーってやっちゃって、わーって渡せる。まあ、二次三次の中でショーツバズらせ力で言ったらアマミヤとぶっくらすもんね。そのアマミヤとも、つながってるからね、ウイママは。これね、もしかしたらもしかするかもしれないね。大変だね。大変なことになっちゃったら大変だね。新名神効果工業団地。忍者なんだ。結構いろいろ忍んでますね。結構いろんな大企業が忍んでそうですね。